はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ファイヤープロレスリングワールド、ライブ配信始めていこうと思います。今回は、いつも深夜 BGV でお届けしているリーグ戦の6人タッグですね、うち1人をランダムにして、その1人に関する選手を加えた6人リーグ戦、こちらですね、 A ブロック B ブロックともに A ブロック B ブロック、残り1試合ずつ予選が残っていて、それから決勝トーナメント、準決勝決勝と、やろうと思います。2試合ずつかな、これ1試合じゃなくて B ブロックは2試合残ってますね。あ、 A ブロックが1試合しかないのかな。そうですね、 A ブロックが1試合、 B ブロックは2試合っていう感じか。はい、ということでいつも通り、Twitch で配信行っております。Twitch アカウントフォロー、チャットコメントお願いいたします。Please my Twitch アカウントフォロー and チャットコメント please。 はい、アーカイブは YouTube で2日後22日21時頃からプレミア公開いたします。ぜひ YouTube でもこの動画ご覧ください。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。 This live archive my YouTube channel 2 days after プレミアライブ my YouTube channel チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。そして、旧 Twitter である X のアカウント持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいね、あ、お願いいたします。ツイッター X マイアカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。ではやっていきましょう。はい、ということで、ルパンレンジャースペクトルマンシンカリオンエッチゴハヤブサというなんか特撮的な軍団とペガサス星矢、ロビンマスク、ハンマー裕次郎かな、これ、いわゆる格闘アニメっていうとこですね、こちらでやっていきたいと思います。まあ基本的に召喚試合となりますが、
最後まで気を落とさず頑張ってほしいですね。2位までですね。行きましょう。まず入場シーンからです。さあ、特撮ロボ軍団、越後はやぶさです。スペクトルマン、ルパンレンジャーの3人です。シンカリオン、越後はやぶさか。そして格闘アニメ系3人、真ん中ペガサス星矢を中心に半間裕次郎、ロビンマスク、この3人が入場します。6人タッグです。通常のプロレスルールで行いまして、勝ち5点、引き分け2点、負けは0ですね。上位2チームが、各ブロック上位2チームが決勝トーナメント進出、準決勝決勝で争います。さあ、まずはルパンレンジャー対、セイントセイヤのペガサスセイヤですね。さあ、進化量、カリオン、エッチゴ、ハヤブサにチェンジしております。蹴りを入れていきます。ステイリングに上がってはロビンマスクとハンマーミュージアの方かな、権利あるのはロビンマスクとスペクトルマンですね。
さあ、ギロチンアタック。お、カウント落とす。そしてあとアタックを打つ。さあ、これは20分経過、30分の一本勝負です。こちらはお、何やってんだ。これっぽいポイズン攻撃、パンチを打った。これマウントです。マウントパンチ。レフェリーは城樋口です。さあもう入れ替わっている。おっとアルゼンチンバックブリーカーをやっぱハンマーが蹴り、カバーに入るが、これはロープブレイク。お、ハンマーまだ攻撃。さあ、ハヤブサがカバーに行くがロープブレイク。エチゴ、ハヤブサ。さあ、ペガサ、セイヤ、イタチ。エチゴ、ハヤブサと権利がある。緑のボディのシンカリオン H5 ハヤブサ。おっとアッパーを、小手を、小打を打つ。ヒロチンだ。で両方ともやっぱり唾液で攻めますね。唾液合戦。ラリアットエルボーです。そしてコーナーポストか、ムースアウトホールだが、これはロープ際。ルパネージャートラスキックから、お、あっと、ツープラトンの攻撃。まだシンカリオン、権利ありますよね。危なかった。シンカリオン、H5、ハヤブサ。蹴りを打つ。権利があるのは焦点アート、まあ友情にタッチです。
ポリサーム。挨拶する。そしてかけてダブルチョープ。奥、いや。パンチ。スペクトルマン。さあ、あと5分です。ツープラトン攻撃。スペクトルマン。スペクトルマンとハンマー裕次郎です。さあ、またマウントパンチ。ドッグキック。おっと、右ストレート。ペガサスセイヤ。パンチを打つ。またも。おっと、ちょっとカットが遅れたが、なんとかスペクトルマン耐える。スペクトルマンエメラルドフロージョン、シンカリオン H5 ハヤブサイタッチ。おっとムーサルトだが、パワーだ。おこれは投げっぱなし。ドラゴン、シンカリオンと、あっとブレーンバスターかな、直下式ブレーンバスター。さらにこれはドラゴンか、投げっぱなしか。おっと腕試技、鮮やかに決まったが、ロープに救われるペガサスセイヤ。カバーに入るが、ドミーマスクが待っていました。さらにペガサスセイヤが待って、このカバーはよくありません。お、ジャーマンで援護。スペクトルマン、さあロビーマスクイタッチです。おっと投げます、投げ、もう投げっぱなしが多いですね、シンカリオン H5 は。あと30分経ってしまいました。時間切れ引き分けとなります。次が薬師寺正人、村浜武弘、スペルデルフィンの、初期の大阪プロレス組、はい、ロッキーロメロ翔陽、新日本プロレスジュニア組かな、A ブロックの予選の最終試合ですね。さあここは勝って予選最終試合を終わらせたいところ、スペルデルフィ、村浜武弘、薬師正人の3人です。実は大阪プロレス対新日本プロレスの戦いと言えるんじゃないでしょうか。さあロッキーロメロを真ん中に、翔陽を従えて入場です。
さな蹴りを打つ。おーっと、ポジティブスリーパー蹴ります。おお、4点ポジションの膝だ。翔陽のドロップキック。今白いタイツはどっちだ。ドロスクー、デルフィン、エルボー合戦ですね。さあエルボー合戦、バックの取り合い、逆指示おりますね。クレーンバスター、ここからの方が多分ショーじゃないかな。カウント2。さあロッキーロメロ、あっとネックブリーカードロー、切りを打つ。パンチパンチ、10分を経過しております。ネックブリカード、ポンピング、エルボーの攻撃。おっと飛びついた。だマヒスタラ、こちらがヨウじゃないかな。おっと、ヤクシジカメルクラッチ。
方にタッチ。反対だったらごめんなさい。さあブレました、上がらない。デルフィンが待ってよ、おっとアンクルホールドだ。村浜シュートボクシング出身者です。村浜はおっと腕しぎショエルボーを打つ、後ろから脇固め。村浜さあバックの取り合い、おっとジャーマン投げっぱなし、薬師寺。さあ村浜がデルフィンタッチ。さあ6キロ目のイタッチ。6人タッグマッチで行われております。おっとジャンピング2位みたいな感じですね。ダイビングのジャンピング2位かドープキック。おっとリバースネックブリーカードロップ、カバーに行く。カウント2、フリーカードか。さあロッキーロメオに託す。さあ15分を経過、半分ですね。さあ生還です。デルフィン薬師寺タッチ、ロメオ DDT に、おっとスリー天井。メキシカンストレッチを一種ですね。お、これは落とす。トラスキー、トラスキークラス戦です。おっと掴んだ。そしてラマヘストラル、さあ村浜が出てきたが、村浜ちょっとスタミナ切れが始まってる感じはあります。さあロメロイタッチ、新日サイド。これはうまい、援護射撃カバーに入る。 だからちょっとやっぱり一位同意が真ん中すぎました。6人タッグですからね、カットがあるんでなかなか決まらないですね。ラリアット、フライングニールキックだ。村浜お、円髄。そしてリバースネックブリーカードロップ。お、村浜早いな、ライト効いてないか。おっと落とす、道ドラ2ですね。さあ勝利タッチかな。エルボーが、エルボーとチョップ合戦。トラスキック、デルフィン。おっとショーもトラスキックへ返す。そしてパワーボムと思いきや丸め込みで返す。これは援護する。スリーカウント、大阪プロレス勢勝利。
援護お見事でした。そうパッケージホールですね。最後が金丸太一明魔獣バーニング勢ですね。バーニング勢って言っていいのかな。はい、シーマドンフジタルゼシーマックスですね。登竜門ジャパン初期のヒールデーです。シーマ組は11点、一方、金丸組が26点となります。さっきのは元組が40点か。これでデーモン組高田組を結構重要な試合だったんだな。デーモンってなんだ。デーモンスミスか。薬師寺組はこの勝利で決勝トーナメント2位で進出です。1位はマーク・シルバー、トム・バートン、グレッグ・ボブチャック組ですね。一方 B ブロックはどうかというと猪木組とダイナマイト・バイス組ですね。これセイヤ組って試合やったけど引き分けに終わったのか。あーでも34点なんで勝っても39点なんで届かないですね。ってなんだ。ウィリアム・ロビンか。まあ、どちらにしてもこの試合は26点と11点なんで権利がないってことになります。では行きましょう。これが予選最後の試合です。さあバーニングプラスバレットクラブかな、秋山太一そして金丸組の入場です。そしてシーマックス。先頭から、タル、ドン・フジ、シーマの3人です。さあ長くにわたって、登竜門ジャパン、そしてドラゴンゲートを支えてきたベテランの3人です。さあシーマと金本ですね。金本じゃないが金丸だ。チョップからおっと急所攻撃、こういうラフファイトを見せます金丸。切り打ちますシーマ。おっとヘッドグランドヘッドロック、でキチシンク秋山にタッチ。ブレーンバスター、パンチを打つ。ダブルチョップ、そしてボストンクラブ、ドン・フジ
秋山もボストンクラブ得意してますからね。蹴り結構、秋山も結構足長いですからね。大型選手投げてジャンピングに、やっぱりこれですよね。専修大学レスリング部ですが、やっぱりジャンボツータの影響も受けている。王道出身者です。おっと急所攻撃だ。タル、さあタルと太一の蹴り合戦。2を入れます。ボストンクラブに5です。太一そして当たり合います。ブレンバスター本日は予選3試合と決勝トーナメント3試合の全6試合ですね。もちろん決勝トーナメントは30分で決着つかない場合は延長なので、それ以上なる場合はありますが、とします。ジャンピングによくは小さいですが意識し合います。そしてフットスタンプ。さあ金悪いタッチ、バーニング2人のダブルのブレンバスター追っかけます。太一と金悪、今度はバレットクラブの連携。おっとキャメロクラッチですね。これは金丸、おっとこれはサイクリングヤッホーだ。ドラゴンゲートを戦車見せますね。斉藤だ、おっとジャベを見せます。こういうルチャ飛び技だけではなく関節、メキシコ軸の関節もドラゴンゲートの強さです、特徴です。ルチャの2つの姿。おっとドロップキック、ダブルドロップキック、バーニング連携、ドロップキック、そしておっとタルが蹴りを入れる。秋山エクスプロイダー。10分を既に経過しております。おっと垂直落下式ブレーンバスター。タル、おっとこれシーマックスチーム意外と得点は伸びませんでしたね。やっぱり体格の問題なのかな。お、どうすんだ。チョップ、相撲出身者ならではドン藤井。さあ太一が顔面かきむしり。おっとここでフォークを持ち出した。おっと垂直落下式ブレーンバスター、ステップキック、ボストンクラブすでに多分金丸にタッチしていると思いますが、
その間に藤井を痛めつけます。そして金割る。おっと、オクラホンスタンピード。さあここでタルイタッチです。DDT。 さあ秋山イタッチ。そして攻撃して、エルボーかけまして、トラスキー前蹴りです。そして落としてバッとライガーボーみたいな感じで劣りましたね。カウント2。試合権利秋山だよな。秋山とタルかな。さあ太一タッチ。合体攻撃。ドラゴンゲート勢、シーマックス勢、太一に狙いを定めたか。太一、おっとこれはタイツを引っ張って、ハイジャックパワーボム。さすがにこの位置が悪すぎた。エクスプロイダー秋山。そして落とします。カバーに入る。ダブルのブレーンバスター。合体攻撃。カバーに入る。あと2。あとジャーマン。お、落とす。カットに入れるか。カウント2。お、金丸ですね。権利があるのは金丸とタルダ。急所攻撃。カバーに入る。さあこれをカットに入れるか。カウント2。まもなく20分です。今度はシーマックス合体攻撃。タル体格がタルは上回りますからね。おっと、なんかニールキックみたいな感じですね。ドン・フジニタッチ。おっとブレンバス、高速ブレンバスター。おっとマッハッタンドロップ。さあドン・フジどうするんだ。ラリアットか。おっと硬いを預けた。しかしこれはカットされます。位置が悪い。ダブルドロップキック。崩れ落ちる。ツイッチで配信を行ってます。ぜひツイッチのアカウントフォロー、チャットコメントをお願いいたします。とカウント2。さあタイチとタルでしょうかね。おっとタルがハイジャックパワーボム。いやドン・フジだ。ドン・フジがボディースラムからタイチを、タイチに狙い定めてますね。シーマックス勢はあとラリアットだが立ち上がるの遅かった。太一か秋山へ。シーマがなかなか出てこないですね。ラリアット。さあタルイタッチしております。
もっとどうするんだ秋山。わ、これは危ない。エプロン越しのブレーンバスター、四天王プロレスならではですね。さあ、ところ変わって場外戦、タルのダメージが気になりますが、椅子を取り出す金丸。さあ、椅子が2つリング上へ。さあ、太一タッチ、秋山と太一でダブルのブレンバスター。さあ、これカバーに行けばチャンスですが、太一、さあ、こちら自陣に戻します。そしてフライングニールキック、タル。お、今度はまたドフジータッチ、ダブルの攻撃。おっと、急所攻撃だ。そしてタルも蹴りで崩しますが、ドン・フジーも急所攻撃、ストンピングを打ち、後ろから あのチョップですね。空手です。おっと、またおっと、これはゲロークラッチだ。カットに入ります、タル。さあ、気がつけば26分、あと4分。さあ、のどはドン・フジー。おっと、ここで太一が金丸いタッチ。ようやくシーンは出てきました。おお、金丸がマンハッタンドロップ。金丸とシーマですね、権利があるのは。ほぼ同世代と言っていいと思います。年齢も同じかな、ちょっとシーマの方が上かな。さあ、かけます。おっと、スイング式 DDT みたいな感じかな。おお、ギロチン DDT、だから足毛で逃れるシーマ。さあ、残り2分、1分半ぐらいになりそうです。金丸顔面かきむしり。お、これは飛び込んでラリアット、崩れ落ちるシーマ。お、カバーに入るが 2.9、 シーマックス勢。さあ、1分を切りました。さあ、シーマからタルイタッチ、タルから秋山イタッチ、大型対決です。さあ、蹴りを打って秋山に託しますが、もう時間がない。3秒2秒。あ、残念ながら両者痛み分けという結果に終わりました。さあ、これで予選のリーグは終了。B ブロックは猪木組がトップ、ダイナマイトバイス組が2位、チュンヤシルバー組で2位が薬師寺雅人、大阪プロレスでですね。シルバー組って見てみましょう。さあ、入場していく、これがシルバー組だったはず。UWF インター、外国人勢ですね。グレッグ、バートン、シルバー組。さあ、最後にシルバーが入ってきました。
それに対しては、オリジナルレスラー三兄弟っていう感じですね。お互い攻める場所が違っております。足を攻めるレッグブリーカー、バックブリーカー攻撃のバックボーン、そして、ヘッドロックのダイナマイトバイスです。首から海を攻めます。さあダイナマイトバイスとマークシルバーですね。マークシルバーは A ブロック1位で勝ち上がってきました。それに対してダイナマイトバイス組は、猪木組に続く B ブロック2位で決勝トーナメントに勝ち上がってきました。たすきがけのような形となる A ブロック1位対 B ブロック2位の決勝トーナメント準決勝戦です。準決勝戦第1試合です。さあシルバーに攻撃を打つ。さあこれをグランドヘッドロック、そしてキャメルクラッチ。この3人序盤はなかなか静かなグラウンド攻防を見せますが、マークシルバー、さあこれでバックボーンにタッチ、一方トム・バートンにタッチです。あとアームロックに仕掛けるマークシルバー、権利はない。おっと落とす。バックボーン、黄色いボディのバックボーン、そしてジャーマンタッチに入る。ブレーンバスター、もっと竹刀を取り出す。サイドバスター倒します。ブレックボブジャック、さあこれは腹固めだ。お、でバックボーンにタッチ。おっと固める。そしてスタンディングクラッチ、ダブルアームは上がらない。リバースへ返す。おっとこれは落とす。さあボム系の技はどうなのか。UWF インター外国勢、さあボストンクラブです。さあタックルに入る。グレッグ・オージャクラが足で逃れる。マクシルバーにタッチです。蹴りを打つ。おっと2攻撃、レッグブレーカー、
バックボーンマスター、ネックブリーカーですね。お、ボディスラム。権利がマークシルバーにある。おっと、これはあれですね、ベンハクですね。おっと、ストレッチマフラー、権利が変わっていた。トム・バートンに権利が変わっている。さあ倒して、だから足で蹴る。そしてストレッチマフラー、バックボーン。アルゼンチンです。おっと、キレス剣かな。さあここでネックブリーカーにタッチ。11分を経過しております。おっと、カサドーラフットスタンプ。さあ2カウント、ネックブリーカーへ殺して、足を攻撃、足を痛めにかかる。キックも打ちますからね、 UWF 系のレスラーは。足を痛められるとちょっと痛いかな。ブレック、アキレス腱だ。さあしかしまだ入らない、余裕があるな。カサドラフトスタンプ、未知の技です。さあここでダイナマイトバイスにタッチ。 あと4点ポジションの膝ですね。え、決着ついた。わずか13分33秒。ダイナマイトバイスを4点ポジションの膝で、グレッグ・ボブチャックを破りましたね。UWF インター外国勢敗れまし、オリジナルレスラー3人衆の間敗れまして、オリジナルレスラー3人衆決勝進出です。さあ続いては、アントニオ猪木組対、薬師寺正人組となります。アントニオ猪木組は、山本虎鉄ジャイアントババですね、国際プロレス妖艶オールスター79から。一方、大阪プロレス勢、薬師寺正人、村浜武宏、スペル、デルフィン組。果たしてどちらが決勝に乗るんでしょうか。さあ、ジャイアント馬場が先頭に、山本虎鉄、そしてアントニオ猪木、BI4 プラス山本虎鉄を豪華メンバーです。猪木組入場です。それ対抗するのは大阪プロレス初期3人組、スペルデルヒ、村浜武宏、そして薬師寺正人。さあ薬師寺と猪木で、猪木が先発でバスター上がらない、リバースへ返す。
お、かけますが、さあこの大阪プロレス勢予選最終戦では非常に鮮やかな連携を見せて、デルフィンが、スモールパッケージホールドで3カウントを奪って勝っております。なんと虎徹が逆エビ、今ジャイアント馬場がと薬師寺じゃない、村浜武人ですね、ジャイアントチョープとパンチのキックですね、応酬となっております。おっと、また先レクスプレット、また先だ、やっぱりでかいですね、でかさのレベルが違う。どうしてもやっぱり大阪プロレスルチャデーになるとジュニアがの体格になっちゃいますんで、村浜自身は165ぐらいじゃなかったっけ。さあ腕試技、あ、こんなのでやられるジャイアントの場合ではありません。はい、旧日プロですからね。ヤマトコテツ、おっと、フライングメイヤー、バックからコブラツイストです。デルフィンとコテツ、そうだ、デルフィン自体はあのヤマトコテツが好調みたいなのやって、あとレッグスプレット、デルフィンはあの邪道下道とともに山本虎徹が校長やってた。おっと、これは危ない。たけしプロレス学校だったっけ、いや新日本プロレス学校か、あれデルフィンってたけしプロレス軍団なんだっけ、どっちだっけ、山本虎徹がやってた新日本プロレス学校って、まあ、天山とか、出てきたんだけど、デルフィンはたけしプロレス軍団か。さあ、薬師寺に大阪プロレスでタッチです。ババが猪木タッチ、パンチ、ナックル落ち込む薬師寺に、んまだババがいるが、まあ、ババコーナーに引きます。回し蹴り、そしてキャメルクラッチ、猪木の首を攻め立てるが、アウトサイドスープレックス。さあ、そしてボストンクラブですね、異種格闘技戦ではこれでいくつの格闘家を葬り去ってきました。
おっと、ババのストンピング、えぐい。あ、これは権利は誰やるんだ。薬師寺かな、ババなのか。ババ薬師寺ですね。薬師寺と猪木かな。フライングニューキック、薬師寺。薬師寺下がってデルフィンタッチ、猪木も山男小鉄にタッチ。さあ猪木小鉄ダブルをブレンバスター、猪木アームブリーカー、キラー猪木。そしておっと、これはマルエコムが位置が悪すぎる。ババ STF。 その間に山男小鉄か猪木サイドタッチ、コブラツイストだ。なんとかカット。先ほどの試合は13分33秒で決着つきましたからね、油断はできません。さあハーフボストンです。猪木まだ余裕があるのか。おっと後ろに振り投げだ。置くような形でのフォールですね。こういう技をまた復活してほしいな。スピードで攻め立てる大阪プロレスで。蹴りを打つ。さあ薬師寺はシュートボクシング、薬師寺じゃない、村浜はシュートボクシングの技術もあります。シュートボクシング出身者ですからね。打撃を打つ。さあ猪木どうするんだ。おっと決まった、アントニオスペシャル、まんじ固め。さあ蹴りを打つ村浜。猪木が狙えている、飛び膝蹴り。さあデルフィンタッチ、ババイ、猪木をババイタッチですね。ネックブリーカードロップ。あードープキック、ババの。さあババイ託すのか。ここでレッグスプレッド、また先。さあ止めにかかる、デルフィン耐えられるか。なんとか耐えた。おっとカード落とし。まあぶつかってきました、気をせず。おっフェイスバスター気味落としますねデルフィン。そしてチョップ合戦とアスキーク16問。ババの大きな足。さあ八男鉄にタッチしてるよな。八男鉄とデルフィンかな。八男鉄と村浜です。おっと一瞬の隙を、村浜に疲れた。さあそして薬師寺に蹴らせてカバーに入る。さあこれ止めにかかる、間に合うか。カウント2、自力で八男小鉄返しました。ちょっと危なかった。さあ八男小鉄カナディアンバックブリーカー、ちょっと大阪プロレス勢カットが遅れた。おっと数落としで援護。さあしかし山デルフィンが八男小鉄を、あこれ権利がないんだ、腕主義で攻めます。そして村浜に託します。村浜やってパンチ、ストレートパンチカバーですが、これは相手陣内に入ってしまいました。この色分けリングすごく、あ決まった、八男小鉄コブラ、コブラで一瞬のうちに村浜を仕留めまして
猪木組が決勝進出です。さあこれで決勝戦は、ダイナマイトバイス組ですね。ともに B ブロックの対決になりました。再戦となりました。ダイナマイトバイス組は B ブロック2位、アントニオ猪木組は B ブロック1位です。 B ブロック見るとダイナマイトバイス組は勝ってんのかな、勝ってるような、勝ってますね。猪木組の勝利ですね、予選は。ということで、決勝戦も猪木組が勝って、返り討ちするのでしょうか、それともダイナマイトバイス組は予選の借りを返して優勝することができるのか、いよいよお待ちかねの決勝戦です。さあ入場シーンから、さあこの全24チーム、そう、頂点が決まります。まずはこの3人オリジナルレスラー3人組、それぞれ攻める位置が違います。先頭からレッグブレーカー、足を攻めます。バックボーン、マスター、バックブリーカー、ダマエトバイス、クイカー、腕を攻めます。さあそして、BI4 プラス山本小鉄、猪木組入場です。さあいよいよこれが決勝戦となります。どのような展開になるんでしょうか。ダイナマイトバイスが準決勝では4点ポジションの膝で仕留めましたからね。さあグラウンドの展開、もっと後ろからパンチを打つ猪木、グラウンドヘッドロック、静かな立ち上がりかな。さあ力比べ、バックドロップ、エルボーからボアンダロー、指輪固め、バックドロップ、さらにアームブリーカーです。さあタッチに行きます。バックドロップ、チョップに入る、2を打つ、ドープキック、そしてブレーンバスター、場外戦へ行こう。お、シナを取り出すが、おっと、BI のダブルのブレーンバスター。さあこれは持ってこないといけない、バックボーンマスター、蹴りを打つ、ダブルのブレーンバスター、今度はババとコテツ、バックボーンマスターにタッチ、
ストンピングでもうこれでバックブリーカーの布告を打っているって感じですね。おっと丸め込むが動きを見せていきます。バックブリーカーですね、シュミット式の。さあロープに振ってエルボーくる、おっと首を攻めるラフサポーだ。ボディスラムから固めます。山本小鉄がカット、7分結果ストレッチマフラーだ。これはカットに行きますね。うんと小鉄を攻めかける、山本小鉄は鍵握ってると思いますね。グランドヘッドロック、レッグブレーカーを攻める。おっとさあダイナマイトバイスにタッチ、バイスと猪木大将同士の戦いです。ダブルアームスープレックス、バックを取るジャーマン、これは鮮やかに決まった。カウント2。もっとダメージ与えとけば、3、結構3カウント奪えたかもしれません。さあ、猪木、バックを取って、あ、まんじ固めだ。え、決まった?カットに。カットは成功したと思ったのですが、その前にギブアップ、あっさり決着はついてしまいました。占領役者アントニオ猪木、ダナエトバイスをマンチ固めで仕留めまして、猪木、馬場、八尾と小鉄組、やっぱり大本命の優勝ということになりましたね。ということで10分もかからず試合が終わってしまったっていう感じで、あっさりした決着になりましたね。はい、ということで、あっさり、ここまでとなります。さあこの次はじゃあ何をするかというと、
次の試合は優勝はもう決まりですが、次の試合は イルミネーションマッチですね。4人組 2カウントフォールルールのイルミネーションマッチを行いたいと思います。メンバー決定はランダムですね。30分1本勝負かな。やっぱり12チームで2リーグ戦でやろうと思っております。今回まあ6回かかってるからな。ということで、見ていただいてありがとうございました。ちょっとあっさり決着つきすぎたので、まあ泣きの1回っていう感じで、優勝は、猪木組ですが、一応これをご覧になりながら、残りの時間はこれをこちらの今戦っている試合をご覧になりながらお楽しみくださいということで、ツイッチで配信を、行ってきました。ツイッチアカウントフォローぜひお願いいたします。 Please my Twitch アカウントフォロー Please。 YouTube アーカイブは YouTube にアップロード予定です。2日後22日21時頃から、配信いたします。 YouTube チャンネル登録高評価もお願いいたします。 This live アーカイブアップロード my YouTube チャンネル 2days after プレミアライブマイ YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。そして、旧ツイッターである X のアカウントを持っております。アカウントフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。 This live archive My YouTube Twitter X Myアカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。はい、ということでご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。